これをうまく活用して、また制度を利用してですね、事業の安定と、そしてまた拡大に取り組んでいただければなと思っています。非常に観光が好調な八重山ですけれども、実際にはそれを訪れて、そこで安心安全の食があるということが大きな材料になると思ってますので、それを伸ばしていきたいと思ってますし、今後は今、香港とか台湾とか直行便が飛んできておりますので、国際線も活用して、当該への出荷等もですね、視野に入れていきたいなというふうに考えてますので、ぜひ地域のリーダーとなって頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。